後踏みにこんにちは健康は大事これは誰もが納得することだと思います中でも歯の健康は結構重要なんですよね歯が不健康だと病気になりやすくなったり認知症になりやすいということが言われていますでは歯を健康に保つためにはどうすれば良いのでしょうか本日は歯を健康に保つためのポイント10選を紹介します歯を健康に保つにはいろいろな方法があります 代表的な方法はこちらの10個になります1歯ブラシを正しく使い毎日歯を磨く2自分に合った質の良い歯磨き粉を使用する3歯の詰まりを防ぐためにフロスを使う4糖分が含まれる食べ物や飲み物を減らす5バランスの良い食事をする6よく噛んで食べる7歯に異常を感じたらすぐに歯科医に見てもらう8 定期的に歯科医で診察を受ける。9. タバコを吸わない。10. ストレスを減らす。いかがでしたでしょうか。歯を健康を保つためには、やっといた方が良いことはいろいろあります。あなたは全てできているでしょうか。なかなかできないこともある。このような人も多いと思います。例えば甘いものを食べ過ぎたり、よく噛まないで食べることはありがちですよね。 ただ、こういう習慣を長く続けていると確実に歯の健康が脅かされます。歯が不健康になると、体の他の部分が健康であっても悪影響を及ぼしかねません。ですので、できるだけ歯を健康を保つ瞬間を継続できるようにすることが大切です。ちなみに私は年に1回必ず歯の研修を受けていて、もし悪いところがあった場合、すぐに治療するようにしています。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。